東海医早区科学生バドミントン大会は、東海地方にキャンパスを置く一師役系の大学、学部が参加するバドミントンの大会である。1965年に第1回が開催され、以降毎年秋に開催されている。2015年度が第50回であった。東海医早区科学生バドミントン大会には、名目上では、 東海早科学生バドミントン連盟という組織が主催しているが事務局などといった組織運営は行われていない。この連盟は東海早科学生バドミントン部員の相互の親睦を深め団結し大会をより有意義なものにするために設けられたものであり、東海地方の医師役系の大学、学部のバドミントン部約15校が加盟していて、 あらかじめ決められた順に、臨番で大会を主催する。競技種目は、男女共に、団体戦、個人戦である。主観校は、持ち回りとなっており、以下のように定められているが、カリキュラム等の都合により年によって参加しない、大学や部員が少なく大会運営が厳しい、大学はその限りではない。近年の主観校を予定されている、主観校、ありがとうございます。